はい、ということでやっていきましょう。イナズランド2ですね。えー、翼はドンキーウエス、出雲ミュウツー。やっていきましょう。選ばれたのはポケモンスタジアム2。さあ、このカード、やられるときはやられる、やるときはやる。まあ、ほぼミラーですよね。弾持ってる方が実は有利と思いきや、差し込みがね、実はね、差し込まれたときの、メージ量が半端ないんで、ミュウツー側。さあ、まずはね、1ストック目、かなり大事かなと思います。さあ、簡単には差し込まないぞ。 うんーから下今日から食えぬさあ始まりましたさあ一回始まったらねお互いあのー、防御面がねカスなんでね差し返す手段がないといったところだが着地はうんー危ないゴリパン食えぬ DK ですねさああんまりこれ今掴まれてないんじゃないかわかんないですさあ弾があるから一応待てるあっと待って 上スマッシュ撃墜はないがさあ崖上がりさあ2人とも崖上がりがねなかなか難しいファイターではありますがここは冷静さあジャンプ上がりジャストシードからセレポートに逃げる選択うん無理はしないジャストシードをね狙ってるんでねあんまり前には出ないって感じでしょうかクエでス差し返してさあこのわけで終わってしまうのか 空中上ヌがあちとが速い,いっすね展開がさあこのストック先行が出るのか大丈夫か <laughs> 横強上シフトで引くの分かって横須賀先端撃ついうんめまいがしますね、うん、横尾さあまずはこのストック差はね大丈夫でしたね伊豆の通側さあ貯めます あっちはジャイアントパンチを溜めて、こっちは波動弾を溜める。波動弾だな。シャドーボールを溜めると。空う前で、ね、そし,してさあ、なかなか前には出ない。いつもミュウツーツ。さあ、73発した今日から空中前確定。さあ、この崖。さあ、空後。当たったら危ないぞ。空メールで前捨てを狩る。からの下スマッシュ大丈夫。<laughs> さあ、駆け上がりが苦しいぞ。復帰も苦しいぞ。 実は、下スマッシュ大丈夫。さあ、クリパン大丈夫。横強で。まあ、ガード張りっぱむずいっすからね。あの状況。食マ前当たってほしが、急降下。入って、落ちていく。さあ、これはでかいんじゃないかと思いきや分かんないぞ。さあ、翼はドンキー。どんな時も焦らない。不利な状況でも回避を見るぐらいの余裕はある男。空中したから空中しろ。危ない。さあ、この負け。 回避はは通らない。さあ、またこの崖。ジャンプ上がりを。テレポート通したげる回避を見ている。これだよね。うん、これなんですよ。どんな時でも回避を見る男。さあ、リエが通ると、始まるぞ。しかし、大丈夫。前には出ない。とりあえず落ち着いてお互い貯めると。くえからアぶプねえ。アぶプねえが、まだ続く。さあ、つかず離れずの位置で。ですが。 軽いのはミュウツガワ。火力が高いのもミュウツガワ。あぶねえ。下たから、空中前かなるほど。<noise> このだけ <noise> 危ない。あ、やばいんちゃうやばいんちゃう嘘やろそんなわけないそんなわけないはは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  一瞬の隙をついていきました一本目取っていたのは翼ドンキー やっていきましょう。あんアン <laughs> ということで、キャプテンファルコンが出てきました。さあ、なぜかファルコンができた。どうなんでしょうね。下、今から、クエヌ。DA 確定ですね、これ。まあ、しっかりと見たってことで。さあ、この空中上で、ね、着地狩りが始まっている横強で、飛ばして、フックか大丈夫。まあ、ドンキーコングよりは崖か上がり強いですが、まあ、決してめちゃくちゃ強いっていうわけじゃないんで、そこは買っていきたいところ。 さあ空がの発生前をジャックで叩く空後危ないぞうまいっすね崖のフェイクがうまいっすねさあハドながらちょっと怖いっすねあんまり行きたくないうまいっすよホキジャッシュード横尾空中前は大丈夫ジャックジャストシールドから引きを選択ですねなるほど打ち切ってたらもしかしたらミュウツー側が 何か仕掛けれたのかといったところですが横きょううわ何だ怖い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 あ <laughs> あーん激痛いか大丈夫あーやばな何か聞こえてくるミューーは重くないっすねさあ食えるかな空中う,うまいヒット確認の鬼ですねさああうまっあなるほどそういうのもあるんですね さあ21%が美味しいか弱弱まだ撃墜はしないこのかけ回避は通る、まあ、ドン・キーコングと違ってはね空後のリーチが特別あるわけじゃないんでガーキャンで出してもってところでしょうかクウエヌが当たってさあにゃーん <laughs> 空中へ空中前確定下京から空中前大丈夫 たまに弱いぞ、ドンキーコングじゃなくて、えー、キャプテンハルゴンうんやったあ上から差し込んで、まあ、たまに対してはしっかりと押し置きをしていきます、まあ、これに対してね、ミュウツー側が空中に打ったら振れるかって言われたらね、まあまあそこが読み合いになってるポイントでしょうけど、横橋、しっかり差し返す、復帰差しが、弱弱な、なあん <laughs> クエ これはもうあらっははっですね玉の後のジャンプ読みく中前が炸裂さあしっかりと無敵チェンやり過ごせます空中へ空中へ空中へ,空中へ,空中へ嘘だろ大丈夫さあ玉で脅しをかけますさあそのシャドーボールは脅しの道具じゃねえのと待ちます待ちます ちょっとここでね空へとか当たると危ないんですがしっかりとシャドーボールから DA 攻撃がげりを通して大丈夫さあ待つ余裕ができましたね出雲選手空中前太空は少しちょっと心持たないかそうですね上 B があるんでその場外仕込まざるを得ないさあジャンプ読み空中うんうまいっすね着地狩りうわシャドーボールぜ <laughs> ウルフの空後と一緒のね吹っ飛びするんのねあれね横でもほな どっちも行くやないかと下の上から空中前これはうち変更に確定しているがさあもう次は確定しないがこの崖うまいっすね弾を乗り切った N 回避ですさあ弱弱まだ分かんなくなってきたぞミュウツーといえばミュウツーといえばのやられ方があるのか横 B から空中前むっちゃ合わしちゃいけないさあすかしますただ玉にはね弱いんでキャプテンファルコンが な,なんかどこに当たってんねんって感じですが、まあ、ご愛嬌ちょやめて横行でこ,、ね、これはさすがに撃墜うん危ないといったところさあ五分五分ですね あやっていきましょう結局出てきましたドンキーコングやっぱ落ち着くねいやでも一戦目見る限りまだまだ分からないといったところか読み合いは回っているのかどうかさあシャドーボールからまずはワンタッチ仕掛けたのは出雲未打つクーマやばれからダッシュ攻撃さあこの崖うん さあ上今日で対空して掴んで前投げ20%空中した奇襲を仕掛けたが怖いぞやめてくれサイフリーからその場受け身読みのやったけど空中したから入れ込み読みの空中した割れちゃうし漏れちゃうし大変やめてやめたこの掛け さあジャイアントパンチに対してしっかりとディレイ差し返すさあ空中後ろさあこのわけ横尾これがね強いんですよね、まあ、離れとけば問題はないんですけど怖い怖い怖い危ないさあ空中しろ持続当てでよかったとあーうんでゃった激ついさあ空中前でこちらも飛ぶ新品 素晴らしい嗅覚まあちょっとこればっか落とされるとねツバスはドンキー側は弾をガードしたやでジャンプしづらくなりますから固められる展開が続くとさあ一気に78番稼いでこれはなんだ何もないアップねえホムラがおるあホムラがおる食えるかな様子見そのバカい人がしようもんならといったところが これねこの反撃は難しいぞ。あぶねえ。大したろったら、すかさず狙ってくる。このが、ういーや、危ないね。ラインがあってよかったねと。は <laughs> ずっと狙ってるな。ははは、怖いんやけど、このドンキーコングなんか。あーさついましまし、奥動きがきつい。あぶねえ。やばすぎる。さあ、空中前、この崖で終わらしたいがなかなか、うまいっすねしかし、 <laughs> はい、やってます。勝ったのは、ツーバスワドンキー。苦笑い。<笑>